マメキュン。アンキロサウルスを折ろう。もう全部四つ葉のクローバーじゃないか。三つ葉のクローバーはどこにあるんだ？僕を探しているの？違うよ。僕が探しているモンスターはこんな形だよ。それなら、えい！うわ！三つ葉のクローバーモンスターになった。これでいいだろ。さあ、アンキロサウルスを追ってくれ。アンキロサウルスは、鎧を着た胴体と、尻尾の骨の塊が特徴だ。どうだ？これは簡単じゃないだろ？うん。でもやってみるよ。ポリーと恐竜たちのために。まず、アンキロサウルスの胴体を折ろう。緑の面が表になるよ。船の折り方から始めるよ。色紙を半分に折ってから開いて、折り目に合わせて上と下を半分に折って、左に半分に折ってから開いて、両側を折り目に合わせて内側に折ってから開いて、両端の角は折り目に合わせて全部内側に折って。じゃあ開くよ。左の折り目に合わせて右から斜め上に折ってから開いて。右の折り目に合わせて左も斜め上に折ってから開くんだ。指で左側をしっかり押さえて、右を開いて押しながら折って。今度は右側を押さえて、左を開いて押しながら折って、こんな形になるように色紙を右に回すんだ。次は上の部分に指を入れて、中に押しながら折って、残りも全部指を入れて押しながら折って、そして一番上の一枚を点のところまで外側に折って、残りも同じように折って、ピカピカ光る4つの点を持って、真ん中の折り目に合わせて全部開くよ。そして両側の折り目に合わせて内側の色紙を外側に折って、ここに指を入れて三角形になるように下に押しながら折って、下は上に押しながら折って、反対側も同じように。じゃーん！アンキロサウルスの胴体の出来上がり。次はアンキロサウルスの足を作るよ。足も船の折り方から始めるといいよ。折り目に合わせて上と下を半分に折って、左に半分に折ってから開いて、両側を中の折り目に合わせて折ってから開いて、両側の角は折り目に合わせて全部内側に折って、じゃあ開くよ。左の折り目に合わせて右から斜め上に折ってから開いて、右の折り目に合わせて左も斜め上に折ってから開くんだ。右を開いて中に押しながら折って、反対側も同じようにこの形になるように色紙を右に回すんだ。そして真ん中の点と上と下の点に合わせて両側を折って、反対側も同じようにアンキロサウルスの足の出来上がり。アンキロサウルスの頭と尻尾を作るよ。アイスクリームの形に折って、右の端を点のところまで折ってから開いて、上と下を中の折り目に合わせて内側に折って、右の端に指を置いて上と下に開いて押しながら左に折って、左の端を右に少し折ってから開いて、左の端に指を置いて、両側を開いて右に押しながら折って、
先をもう一回外に引っ張って押しながら折って、アンキロサウルスの頭と尻尾の出来上がり。あとは胴体と足、頭と尻尾をくっつけるんだ。足をこんな形に置いて、中に糊をつけて、頭と尻尾をこんな風にくっつけて、もう一回真ん中に糊をつけて、その上に胴体をくっつけて、最後に4本の足を点線のところで折って立てたら、骨盤を立てて形を整えるよ。じゃーん、アンキロサウルスの出来上がり。ふぅ、やっとできた。うわぁ、頑張ったね、ポルディン。みんな、捕まえるんだ。うわぁ、ダメー。